全世界を包む戦時体制下に、賢くも東国宮殿下をご当館に包帯して10月1日から挙行された防空総合訓練は、全国民一人残らず参加のもとに非一日と熾烈さを加え、生徒の中心に敵機の空襲を受けた市民は官民一致協力のもとにあらゆる機能を総動員、沈着冷静、おのおのその職場を死守、被害を最小限度にとどむべく懸命の訓練を続けました。東国東館の宮殿下には幕僚を従えさせられて東京駅にならせられ、見事な訓練ぶりをご視察遊ばされました。地上砲火の反撃をくぐって横浜に来襲した敵機は横浜港に九段の雨を降らせ、そのうち一段は係留中の霧島丸に命中。税関内に待機した特設防護隊は時を移さず急行して帝都の玄関横浜港出資の活躍を続けました。爆撃数十機の襲撃を受けた大阪市は無数の焼夷弾毒ガス弾を投下され、全市は炎の海と化す想定。消防部隊は警防団、家庭防空組合と協力して必死の鎮火作業を開始しましたが、矢継ぎ早の空襲に火星は淀川べりに猛威を振るい、硫黄師団長殿下ご感染のもとに逃げ遅れた市民200名はあわや絶望と見られましたが、陸軍部隊の奇襲撤収十数隻がこぎつけ、整然たる統制下に渡河避難訓練を決行。かつて5日間にわたり全国一斉に行われた防空総合訓練は、幾多貴重なる教訓を残して10月5日正午、演習を終了いたしました。